ピーター・マーティン・クリスチャンは、ミクロネシア連邦の政治家。2015年より大統領を一期務めた。太平洋諸島新宅島治療、ミクロネシア連邦ポンペイ州出身、ハワイ大学卒。2007年に、ポンペイ州代表の連邦議会議員に選出され、2011年、再選。2007年から、運輸通信委員会の委員長を務めた。 最高裁判所陪席裁判官ブレント、カール・ワーシックが、クリスチャンと副大統領、及び、第19回ミクロネシア連邦議会議員全員に、就任宣誓をしている。2017年10月に来日。2019年3月5日の総選挙では、対立候補に59票差で敗れた。セブンティーンス・コングレス・オブ・ザ・エ f エ m エレクト・ザ・プレジデント・アンド・バイス・プレジデント・オブ・ザ。 fsm、www.fsmpiofm。二零一五年五月十二日閲覧。ハルバート・ニュース・ピーカーオブ fsms。エイティーン・ス・コングレス。パブリック・インフォメーション・センター。コングレス・オブ・ザ・フェデレー・テッド・ステーツ・オブ・ミクロネシア。二千十五年五月十二日閲覧。fsm。イレクション二千十九。サーティ・ファイド・リザルツ。 マリアナスバラエティ、http www.mabarity.com リージョナルニュース、111210fsm イレクションマイナス -2019 サーティファイドリザルツ2019年3月11日、閲覧。ありがとうございます。